皆さんは、世界的ミュージシャンといえば、誰を思い浮かべますか？私は断然、マイケル・ジャクソン、です。CD もたくさん持っています。ただ、マイケルには黒い噂がついて回っています。今回はそんな、黒い部分を見ていきます。まず、マイケルの死因は、表向きは、薬の飲みすぎと言われており、その薬がマ PK の薬による心肺停止です。しかしこの件に関しては、マイケルの主治医が、間違った処方箋を出したとして、過失致死罪に問われています。また、マイケルの遺体には、不可解な部分があります。それは肋骨が折れており、これは、薬の飲みすぎでの死因と関連性がないことから、他殺の可能性が出てきますが、ロサンゼルス警察は、他殺を否定しています。また、マイケルの死後、マイケルの主治医が行方不明になっています。主治医は金銭的に困っており、この主治医が事件に関与しているとの噂もあります。さらに、マイケルの顧問弁護士も、この翌年に謎の死を遂げています。また、マイケルの娘の証言があります。それは、パパは時折ほのめかしていた。自分をピーそうとしている人たちについてね。こうも言ったことがあるわ。僕はいつか彼らにピーされるだろう。って。この証言から、マイケルは自分の命が狙われていることを知っていたのです。では、誰がマイケルを消したのか。そこには、イルミナティが関与しているとの噂があります。マイケルは音楽関係の利権について批判していました。マネーという曲の歌詞に、お金のためなら何だってするんだ。嘘だって尽くし命だって捨てる。悪魔に魂だって売るんだ。というフレーズがあります。イルミナティには、我々は絶対的なものの秘密を知っている。だから常に普通の人よりも上に立つ。我々は常に共に働き、人迷惑によって結束する。喋りすぎる者には死が訪れることになるだろう。このイルミナティの考え方から、マイケルは何らかしらの秘密を知ったことで P されたという可能性が考えられています。マイケルは死ぬ前のライブで何かを暴露する可能性があったと言われています。そのため、イルミナティに先手を打たれたのではないのかと言われています。マイケルほどの業界人なら、世界の裏の情報も多く知っていたはずです。裏の者からすれば、知りすぎたマイケルは邪魔者のはずです。暗い話ばかりなので、美しい話を一つ。アメリカのとあるホテルで少年隊まだ誰もクリアしたことのないゲームをやっていました。ギャラリーも集まり、もしかしたら、本当にクリアするのかもしれないと思っていました。しかし、最後にやられてしまいました。少年にはもう、ゲームをするためのコインはありませんでした。そこで一人の帽子をかぶった男性がコインをそっと置いていきました。少年は、ありがとう、と言い、見事にゲームクリアします。少年は、お礼をするために、さっきの帽子の人を探しに、フロントまで行きました。そしたら、フロントの柱に、その男性が立っていました。少年は、ありがとう、おかげでクリアできたよ、と。すると、その男性はそのホテルのオーナーでした。男性は、僕もあのゲーム大好きなんだ。でも僕ではクリアできなかったんだ。だからずっとエンディングが見たかったんだ。君のおかげで最高のエンディングが見れたよ。最高のプレゼントだったよ。と。そう言うと、男性は帽子を取りました。その男性はマイケル・ジャクソンでした。というクリスマスのお話があります。マイケルには、まだ、子供を虐待していたとか、黒い部分がありますが、その死因については、あまりにも謎が多く、今でも考察されています。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。